はい、よろししくお願いします臨時国会が昨日で閉会しましたけどずっとこの番組頭から桜を見るかやってますけども40日間の会見長長を、まあ、野党が求めたんですけどもそれには応じなかったと 2>,、うんまあ、2週間前ここに出た時に、うん、その安倍さんのことを、ね、僕はその、まあ、時効を待つ犯人かのようというふうに言いましたけどもあ昨日の会見は本当時効を迎えた犯人かのような。<laughs> 迎えたような感じがしましたけどね、この臨時国会の間に何があったのかっていうことはやっぱり振り返らなくちゃいけなくて、始まったばかりの頃は、これ、関西電力役員の金銭受領問題というのがあったり、あるいは愛知トリエンナーレの補助金不交付があったり、NHK の官補不正の圧力の恩恵なんていう話をしてたんですけど、すっかりすっとんじゃって、10月4日に臨時国会召集されましたけども、その10月24日に、 例の萩生田さんの身の丈発言というのがあって<え>まあその後導入が見送りになったわけですけど、うん、でその間に、まあ、菅原さん一周さんと、うんえー、河合法務大臣が、うん、まあ辞任したと、うん、でずっとその後はまはあ、桜を見る会の話がずっと続いていてやれ、えー、招待者の取りまとめには関与してないと言ってたのに、うん、いきなり関与していたというふうに言ったりとかっていうのが、まあ、ずっと続いてましたし、うん、あるいは。 この間で結構消えてしまった案件としてはその公共事業の受注会社からこれ両方とも自民党ですけど加藤愛子政務官とかですね伊藤義隆農林水産大臣がこれ寄付受けてたっていうのもなんかうやむやになっちゃいましたね。本来であればこれ一個一個かなり大きく話題になるお話だったんでしょうけどなんか本当に対応すべき諸問題が多すぎてえもう対応しきれないという報じる側もなんか対応しきれないという感じになっちゃいましたけれども。 こ、まあの桜を見る会ずっと、まあ、この間応じられましたけれども、うん、やっぱりこういうふうになってみると、まあ、森友・計学園問題と同じって感じしますね、うん、どういうことかっていうと、うん、やっぱりお友達を優遇したことを問われると、うん、とにかくそれを認めずに、うん、まあ時間切れを待つと、うん、まあその時間切れっていうのが彼らにとってはまあ機能、うん、ということだったのかもしれないんですけれども、うん、まあその時間切れを作るためにいわゆるその中間管理職の方たちが。 忖度をし続けるっていうのがずっと続いていて一問一答の予算委員会審議っていうのもずっと応じなかったわけですよね。日のこの33分間の首相の記者会見っていうのは首相官邸のホームページにアクセスすれば見られますのでぜひ見てほしいんですけれども冒頭、まず日米貿易協定についてとにかく自信満々に触れて攻めるべきは攻め守るべきは守ったと。 大切な米についての関税削除、関税削除の対象から完全に除外したということを言って、成果を誇ったんですけども、自動車の関税撤廃については、うん、まあアメリカは認めてないんですけども、これについてはまあ触れなかったですね。で、締めくくりは、常にチャレンジャーの気持ちを忘れることなく、うんうん、国内外の山積する課題に全力で取り組んでいく決意だと。意味わかかからな、ね、なになかな,かないこんにに質問えチャャレンジャーも 珍しいと思うんですけど、まあ、そういうことがずっと続いてであの最初の、ね、ニュースの時間にもおっしゃってましたけどもその憲法改正を必ず自分の手私自身私の手で成し遂げていきたいということを考えているとこれもなんか、ね、あのこの間の選挙の結果は国民の皆様は、えー、憲法の議論を前に進めようということだったということを言ってそんなこと確約したつもりなかったんだけどなっていう話でしたけども。うんはい 昨日の会見の中では、うん、この改正に、憲法改正については、うん、国民的意識の高まりを無視することはできませんっていうふうに言ったんですね、はいはい、<laughs> つまり、うん、選挙を勝ったときには、うん、これで国民もと、うん、いうことでいいんですよねっていう話だったんだけど、この臨時国会終わったときには、うん、いや、皆さん見てますと、もう高まり抑えきれてませんねっていうような言い方で、うんうん それをなんか無理やりでも押し進めようと。どこでしてるんですね。ところで高まっておこうよくわか,るか,く分かるんない、ね、ですね。あのまあ新聞社などが選挙終わった後、うん、アンケートを取りましたけれども、うん、その自分が望んでいる政策的課題っていうの,のの優先順位がありまして、うん、憲法改正というのはだいぶ下の方ですよね。よねえー、はい。であの、うん、今日発売のまあ文芸春秋でですね、はい、麻生太郎副総理財務大臣がですね、うん、安倍総理を会見へ四千への覚悟っていうインタビューが これ、ってんんででですすよよねね本当なこれ僕、さっき電車の中で読んでたんですけれども、うんえー、この安倍さんをどう麻生、うん、さんが評価しているかというと、ですね、うんえー、最近の安倍総理を見て感じるのは、物事のプロセスを大切にするようになったし、周囲をお友達で固めているといった批判もないと、もう一度読みたくなりましたからね、<laughs> 物事のプロセスを大切にするようになったし、ねうん、周囲をお友達で固めているといった批判もないと。 でこの桜を見る会についてはどういうふうに語っているかというと、うんえー、あれには運用がもん運用に問題があったし、うん、反省すべき点もあるが、うん、政権がどうこうという話ではないという言い方をしているんですよね、うん、ちょっとなんかなめられてるのかなという感じが <laughs> しなくもないですけどねまたこれが、うん あのー、臨時国会終わるタイミングのね、うん、次の日にこういう発売をされて、うん、安倍総理を会見四千の覚悟っていうような言葉が出てくるっていうのはどういうことなのかなっていうふうに、うんうん、あの思ってしまいますよね。あの TPP に関しても、ええ、公約というか、うん、最初はこのあれに反対しますと。ええ ね、それはもう、あの、あ自民党の公約でしたよね。<ー>ご自分の口でおっしゃってた。そうですね、あの、画像検索すれば、自民党の T. P. P. 反対しますというポスターは。い。くらでも出てきますからね。はいはい、出てきますね。うん。ただ、それが、あの。まあ、T. P. P. じゃないけども。うん、こう、アメリカとの自由貿易で。 農業分野なんかには、もう関税ゼ,、ええ、ゼロと、そうですね、うん、逆に自動車の方は関税をかけ,る、うん、かけてるんだけど、うん、この関税がいつ取れるのかとかいう確約は結んでないと、うんうん、なんかこう、本当にこれでうまい、ウィンウィンの関係、も茂木さんが言ったような、ええ、ウィンウィンの関係なのかと。ええ ああみんな、ちょっと不思議に思ってますねいや、もうみんな首をかしげたまんまだと思いますけど、その昨日の会見ではね、その桜を見る会については、これだけずっと何も自分では言ってこなかったのに、うん、会見では、私自身の責任において、うん、招待基準の明確や化や、招待プロセスを透明化を検討すると。うんうん、要するに、まあ これからちゃんとしますっていうことをま彼はずっと言ってるわけですけどまあこれからちゃんとするためにはこれまでどうだったのかっていうことは分からなければちゃんとすることなんてできないんですけどもまあずっとこういうことが続いてるんですねつまり攻め立てると最後になって最後の最後でその問題の存在は認めるんだけどその上で問題解決は自分の責任だって言って逃れて終わっちゃうんですよねでまあ新聞など見てるとまあその野党はね。 建設的な議論しませんかっていうような言い方も、うん、今日の産経新聞なんか見ると出てくるんだけれど、うん、その議論を、ね、建設する場所に現れようとしないんだから建設的に何もってできるはずもないんですよね普通その家の中閉じこもってたらやっぱり出てこいって言うしかないわけなんでい、うん、でもれたら行くっていうふうにおっしゃってましたけどねそうですね、うん、安倍さんのスタイルだと本当にこうベランダだけ出てきて、うん、ベランダからスピーチして。<laughs> <laughs> 家の中に戻るっていうようなスタイルだからそれは玄関口に出てきたとは言わないんですけどまあでも本当にそういうことばかりが続いていてまあ先ほどね吉田輝美さんもこうジャパンライフの話もしてましたけどまあこの桜を見るまあこの番組多分毎日のようにやってるでしょうけどまあもう積んでるんですよね日本は。 國九郎さんもこれはもう積んでると、積んでるんですよ、おっしゃだから、もういろいろ羅列することはできるわけですよね、推薦、招待客の推薦に関与したのかどうかとか、さっきのジャパンライフであるとか、前夜祭の明細書どうしたとかね、名簿破棄したのはどうしたとか、5個も6個も7個も上げられますんね、60番台の枠がね。安倍さんの特徴として、いい悪いは別なんですけど、自民党総裁の立場と、 うん、総理大臣の立場を非常にうまく使い分けるっていうところがあって、ねうん、国会で呼ばれたら出ていくっていうふうに言ってますけど、うん、国会で最大の勢力を誇っているのは自民党であってそ,、ね、そのトップは安倍さんなんだから、えー、俺が行くって言ったら誰も反対しないわけじゃないですか。うんうん、で一方で憲憲法法遵守義務が総総理大臣にはははあるんだけど、えー、それは置いといととてて自自民党総裁として私改正を分の でやるその総裁と総理の立場を非常にうまく使い分けてるのがこの長期政権の一つ理由の一つかもしれないです,ね,ですね。そういう,うやっぱり主語を使い分けることによってだ自分に、まあ、矢印は刺さってんだけど矢印を避けることが別に向けるできてるっていうことはあるかもしれないですね。ああのー、こののこ番組ではね、はいあのー 若い人はどううう思思ってるんだろうと思うわけですよね、えーえー、若い人たちはどう思う前に、うん、この大人たちのね、うん、この社会を見てるわけですよね、ねうん、あの外国ではあの16歳のトゥンベリさんみたいな人がね、世界の人を何百万人も動かす動きを若い人がしてるわけですよね。はいうんうん 俺も日本の国全体がね年寄りや自分の権利にしがみついてると、うん、話さないと、はい、それを見た若い人たちがこうどこをどう取り繕っていけば、うん、こう生き残っていけるんだろうというようなことを。 考えてるんじゃないのかなって想像しちゃう、のね昨日その記者会見の時に、安倍さんが若い人たちの投票率が低いことをどういうふうに思いますかっていうことを問われて、安倍さんは今、SNS とかいろんな情報発信する方法ができたんで、さまざまな出来事を自分自身の情報収集力によって、自分の頭で考え、判断をしている、そういう世代が台頭してきたっていうふうに言うんですね。自分の頭で考え判断をしてる っていう原稿を安倍さんはずっとメモを見ながら。 ってるんですねそれは非常に僕はシュールな映像だなっていうふうに思ったんですけどいらねねえじゃまあ今ねそういうふうに大竹さんが若い人たちがどう思うかっていうことを思った時に若い人たちはやっぱその映像を見たら「お前あなたそれ下で読んでらっしゃるじゃないの」ってそれをご自分で考えないんですかっていうことをまず考えてしまおうと思うんですけどね。いやそういうふうに思ってくれればいいけどなと思うんですけどもなんかこう全体の流れとして国全体がね うん、そういう,こうやり取りを上の人たちとか国のやり方とか見てて、中村哲さんみたいな方がね、いらっしゃっても、なんかこう、あの人が国会で意見を述べたときに、それに向かってやじを飛ばした人も何年も前ですけどねいる。 マスコミを、ね、見てきてきるわけだからね、うん、今回そのもう、うん、確実に積んだ桜を見る会についてでもそれでもよし、うん、いいことになっちゃうんだっていうことをやっぱり見せるっていうのはいやこれもうとんでもないも、ね、いいことだよね、えーうん、しかもそれを教授を持って官僚になった、うん、人たちが、ね、この国を動かしていこうと思った官僚の頭のいい人たちが、えー、そこを全部なんかこう 何枚も何枚も答弁の用紙を出して、うん、補助しているような、ヘル,ねうん、ヘルプしているようなのを見、うん、さられるわけだよね。うんうん、本当におかしな話です